桜坂46、大園玲ファースト写真集のタイトルが、半分光、半分影に決定。表紙4種類も公開された。桜坂46、総合プロデューサーを務める秋元康は次のように帯コメントを寄せた。大園玲の表情は豊かだ。伝えようとする何かがあるからだろう。心の光と影が、風に揺れる木漏れ日のように、キラキラしている。カバーに記されたタイトル文字は大園直筆のもの。どこまでも笑顔が眩しく、どこか神秘的で。光と影が交錯する大園玲の魅力を鮮やかに切り取った一冊となっている。バル、大園は、通常版カバーになった種ヶ島でのカットは、フェリーの着く港からすぐ近くの民宿で撮りました。鹿児島県出身の私ですが、種ヶ島は今回が初めてで、青い海や空が海外みたいな景色なのに感動したのですが、でも、やっぱりどこか懐かしい場所でした、と撮影を振り返り、半分光、半分影、というタイトルは、私の中身を表しているようで、とってもお気に入りです、とコメントしている。桜坂46、大園玲ファースト写真集、半分光、半分影は公文社より4月18日発売。価格は2200円、税込み。